ははいいどうもはうもおよございますえー、っとね今咲く雪を咲く雪がすごい気になってるんですよ油搾り機械、えー、畑でいっぱいな油中の野菜って植えるじゃないですか油中の野菜って言ったら水菜とか大根、えー、菜花いろいろキャベツとか白菜とか全部油中ですよねそれがと立ちして花が咲いたら種が取れますよね で、そっから絞ると、菜種油的なものが取れるんです。が、で、そしたら咲く息あったらめっちゃいいんじゃないと思って、調べてみたら、手動で1万8千とか2万とかそれぐらい。電動のでも4万円ぐらいだったのね。だからさ、油っていいやつ買わず高いじゃん。ボトルで2千円とか平気でするよね。したら結構すぐ元取れるんじゃねとか思って、 作雪すごい気になるなと思ってたんだけれども、よくよく調べてみると、なんか菜種油がいろんなことが書かれててですね、従来のその菜種油、えー、従来の菜種油っていうのかな、油中の種には、なんか心臓に悪い成分が含まれているみたいで、で、それのせいでアメリカでは菜種油が禁止されていたと。 でもその後品種改良だかでその成分が取り除かれてキャノーラ油っていう名前で売り出されてるみたいなんですよ。でもうーんじゃあ自分が思ってたみたいに春の小川でプラプラお散歩してて菜の花が黄色くね綺麗に咲いてるじゃん。でそれが種ができた時にこれ全部油絞れるじゃんって思って。 て思 <laughs> って作る機がすごい気になったんだけどもそれで絞っちゃうと何、まあ、かその成分が良くない成分が入ってきちゃうのかなーって思ってでそういうふうにウィキとかでは書いい、ね、心臓に悪悪量摂取したら心臓に悪いともその多量摂取ってどれぐらいなのかなまあ、油アメリカで使う量と日本で使う量は全然違うだろうし。 うちそんなに揚げ物とかするわけでもないんだけどね揚げ物するときは割とごま油とかだったりするんだけどでどれぐらい使うとその心臓に悪いのかっていうのもよくわからないしうんで悩ましいとこなんですよ。それでいろいろ調べていくとなんか実は出資会社が市場を独占するためにそういう話を流したんじゃないか説みたいな陰謀論も出てきて。 そうなんですよねで今世界で日本が輸入しているキャノーラ油とかもねほとんどが遺伝子組み換えの種になってますとでそれは表示義務もない遺伝子組み換えですとか、えー、と GM っていうのかな食品ですとか書く必要もなくてでそのまま売れてしまうとこれなんかも書いてるのかなこれ書いてる 書いてるかなよくわかんないけど。えー、っと。うーん。うー、ん、ん,ん。油。国内製造。国内製造っていうことは、多分ね、これ原,原料は海外から仕入れて、で、キャノーラ油って書いてるよね。キャノーラ油。もともとはカナダで取れたみたいな意味らしいんだけど、でもまあ今はその、 心臓に悪い成分を含,含まない油のことその、そういう種類のことをキャノーラインって言ってるのかな国内製造って書いてるから外国から原料を輸入して日本で絞ってるっていうことなのかなで、多分遺伝子組み換えなのかなでも、まあ、書く必要、書く義務がないからどっちかわかりません。でもほとんどが組み換えだそうです。利権です。 あの利権かなねっその彼女もね気の毒でしたけど、えー、と結局ハーバード大学は特許取っちゃったんでしたっけあんなにないって言ってたのにあるんじゃんみたいなね、まあ、まあいいですけどはいでそう油を 作機を買買おうか買う前かかい待っているところですまあ菜種にこだわらなくても今年はゴマがねたくさん取れそうなのでもうほんと一流万倍ってごまのこと言うんだなってまあ麦とかお米って万までは増えんもんでね <laughs> 一粒が一万粒までは増えないけどゴマって本当に。 すごい増えるんですよね。万になるかどうかわかんないけど、ほんとこのちっちゃい一粒が2メーターぐらいの背丈のすごく大きい植物にそうだって、もう紫色っていうかピンク紫っていうかすごい綺麗な花がわーっと咲いて、横には広がらないんだけど、とにかく縦に背の高い植物で、まあ、ね。で、それでその一つの鞘の中に、まあ どれぐらいだろうわかんないけど、すごくたくさんのごまがなると。で、その一つのふ、さがまた山ほどこう、下から順番についていって、何粒なんでしょうね。何粒できるんだろう。ごまは本当にすごくいい、簡単に増える植物だなと思います。で、どんな場所でも育つし、真、まあ、夏に育つし、イノシシの害被害とかも全然出なかったんですよね。 他の作物がもう秋口に、ほぼほぼイノシシにやられた時に、ごまだけは無事で、まあ食べれる場所がね、あの、上の方だっていうのもあるし、まあイノシシがそんなに好きじゃないっていうのもきっとあるだろうし、んで、そうだね。そうなんですよ。で、ごま、すごくたくさん取れました。一年でもものすごく増えて、食べる分と、まあ今年植える分で取ってあります。 去年は、上巻きって言って、こう、一列にだーって巻いたんだけど、結構そうなんですよね。一株が成長したら、うまあ50センチ、50センチぐらいになるから、すごく大きい株になるから、だからその上巻きとかしなくても、粒々で50センチ、50センチで売ればいいのかっていうのが、まあ分かったので、そしたらすごく、 広い面積にたくさんごま作れちゃうんじゃないのと思いまして、で、今年はそういうふうに、えー、するつもりです。一箇所一箇所ね、50、まあ1メーターぐらい穴開けながら50センチとか1メーター穴開けてって、そこに2、3粒ずつ巻いていけばいいから、したらすごくたくさん取れるなーって思ってます。えー、今年の時給は、今年、 米が100キロ目標、取れるかなだいぶ補助も、補助、あの、田んぼのぼに、場所の場だね、補助も広げたから、で、去年は、えー、苗作りに失敗しちゃって、で、さらに失敗っていうか、スズメの害、すずにやられちゃったから、今年はちゃんとネットかけて、 育病を冬からしてるんですけど、したら、この間、裏庭の育病場のネットの中に、スズメが2匹潜り込んでいて、もうほんとネズミさんみたいにどこでも入ってくるんだなと思って、もう捕まえて猫さんにあげちゃおうかなと思ったけど、まさすがにちょっとかわいそうだったから追い出して、さようならして、あの、まあ、逃げていってね、殺してないよ。で、もう一回ちゃんとネットを張って、周りに重しをつけてってやったんですけど、 だから今年はないは大丈夫だと思う。そして去年は水田寄生虫っていう恐ろしいものが出て、これが水鳥が田んぼの中に寄生虫を落としていって、それが人間の皮膚の下に潜り込んで一週間ぐらい生き続けて、その生きてる間は <laughs> 死ぬほど痒いっていうすごい恐ろしい生き物なんですけど、 昔は静岡とかその甲斐の国武田信玄をものすごく悩ませたあの風土病だったみたいでうん昔のその水田寄生虫はえっとその皮膚に潜り込むあの水鳥のやつじゃなくて人間に寄生するものででそれだと肝臓にまで入っていって最後に人を死に至らしめてしまうってすごく恐ろしい病気だったみたいででそれをまあ 現代の科学の力で農薬散布とか、えー、と自衛隊が火炎放射器で、えー、とその <coughs> 中間の宿主である巻き貝の住処を焼き払ったりとかそういうことをして、えー、と絶滅させたっていう経緯があるみたいです。ね、なんていうかやっぱその自然派の人からすると自衛隊が火炎放射器でとか農薬でっていうのはねなんかうん。 手放しでこう、万歳ってできないような雰囲気なんですけど、でも、一度自分がかかってみると、まあ死ぬような病気じゃなくて、もうかゆいだけで、だったにしても、これはやっぱりあると人間はすごく困るものだなって言って、まあそういう科学ですとか、農薬とかを昔の人が必要としていたっていう気持ちもすごくわかるなと。 <laughs> 思いましたあ何の話しとったかやあ油だでそうですねまあ今年はそういうわけで油を絞りたいと落花生も増えてるのとあの妹四国にいる妹からひまわりの種ももらったんですよね。ひまわりの ひまわりってなんかあの東日本の震災の後とかも除染できるとかって言ってひまわり植えたりしてませんでしたっけあれひまわりだっけよく覚えてないけどひまわりを植えてそこから取れる油にはその放射性物質は含まれないからとかよくわかんないんだけどなんかそんなことを言ってたような気がする。 自分で調べてください。<laughs> でまあまり植えてもらった時はおつまみぐらいしかできないかなと思ったけど油用だったらいいよなと思ってただその油を絞る時に全部まとめて機械にガーッと入れちゃってもいいのかそれだったらいいんだけど一個一個殻むかなきゃいけないって言ったらちょっとちょっと手間がかかりすぎて現実的じゃないなと思ってるところで。 ただまあ、真冬のめちゃくちゃ暇な時期っていうのがあるので、本当に暇ではないんだけど、いつでもやることあるけど、寒くて外出たくないなっていう時とかに、室内作業としてやるのはいいのかな、とか思ったり、そんな感じですかね。だからひまわりと、落花生と、菜種と、大豆も油絞れるって言うのは大豆と、ごま油。 こうそのできる量も思ったよりも多くて油の含有量が25%なんだってそう 25%4 分の1の重さが油取れるっていう意外と多くないですかねなんかもっとちょびっとしか取れないのかなと思ったんだけどごま食べててもそんなね油っていう感じが自分はしないから。 でも美味しいよ、ね、そういうわけで今年は咲く雪買おうかなって迷ってます。はいじゃあ朝ごはん作ろう。